クレヨンでシューズの小傷を修復。クレヨンでシューズの小傷を修復する方法は非常に簡単です。まず傷の周りの靴の表面を乾いた布で軽く拭き取ります。次に傷の深さと同じ色のクレヨンを使用し傷を塗りつぶします。クレヨンの油分は靴の表面になじみ傷を修復します。最後にクレヨンで塗りつぶした部分を乾いた布で軽く拭き取ります。これで小さな傷は修復され、靴を新品のように見せることができます。しかし、深い傷や破れた部分にはこの方法を使用しないでください。